まずはベタ足打法。両足は地面から離さない。バックスイングで左足、ダウンスイングからインパクトにかけての右足もできるだけかかとを上げないようにして打つ。両足で地面を踏ん張り体を止め、腕の動きだけでクラブを振った時、体の正面でボールを捉えることができるのだ。何万分の1秒かはわからないが、インパクトの瞬間体は止まる。その時右足も左足もしっかりと地面を踏ん張っている。だからクラブヘッドに最大のエネルギーを集約し、ボールを飛ばすことができるというわけだ。やっぱり体をある程度こうバックスイングでひねってインパクトしたフォロースローの方にクラブが行った、もう限度が来るわけですよね。体のひねりの限度が来た時に初めてヒールアップするというのが、自分の今言ってるこのベタ足っていう意味だと思うの。そういうふうに解釈してほしいんだよね。左足に注目してみよう。ダウンスイングのこのポジションで左へのシフトが終わり、ここからインパクトし、フォロースルーのこの位置まで左足の形が全く変わっていない。体を止めてベタ足で振るというのはこのことを言うのだ。次はパッティング。パターの塔を上げる彼独特の打ち方は、数々の名場面でロングパットを決め世界を震え上がらせた。カップにちょうど届く強さのパットは入り口が1点しかない。それより少し強ければ多少左右によっても入る。つまり入るラインが線から帯になるのだ。しかし青木のパットにはもう一つ重大な秘密が隠されている。よくご覧いただこう。打った瞬間ボールは回転しないで横滑りする。つまりキャリーが人一倍長いのである。キャリーの間はボールがまっすぐ進むので曲がりが少なくて済む。もう一度見てみよう。パットの名手と言われた青木の秘密はここにあった。続いてバンカーショット。これも青木の名前を世界に知らしめた高度なテクニックである。アビコ時代、小さくて硬いグリーンを狙うために必死で学んだのは人一倍強烈なスピンだった。以後青木はどんなバンカーも怖くなくなったという。顎の高いバンカーならフェースを開いて打つ、ピンが近い時にはなおかつインパクトを速くして強いスピンをかける。青木のバンカーショットは砂を爆発させるというよりボールを払う形で打つのが特徴である。跳ね上げる砂の量の少ないのがお分かりだろうか。バックスピンをかけるにはフェースを目いっぱい広く使わなくてはならない。そのためにフェースの付け根から砂に入っていく。その証拠に青木のサンドエッジはフェースの付け根ギリギリから対角線上にきっちり跡がついている。